はい、新王子王子の皆さん、こんにちは、シンです。今日最後ですね、最近ハマったアイドルの語りをしたいと思います。僕はですね、実は48グループ、AKB グループですね、もう好きです。あと桃色クローバー Z も好きなんですけど、さらにまた、はい、増えたんですよ、僕の好きな アイドルが。はい、お気に入りも結構入れてと思うんですけど、パスポというね、キャビアペンダントをイメージしたアイドルです。はい、なんかね、ハマりましたね、パスポ。はい、なぜハマったかと言いますとですね、はい、まこちゃんっていう子がメンバーでいるんですけど、その子が仮面ライダーウィザードの小読み役として、出演してるということでね、見てね、ホームページ見て、あ、この子アイドルだったんだと思ったことがちょっとね、正直びっくりしました。はい、ちょっと可愛すぎるのでね、パスポのメンバーとしてね、ちょっと推してますよ、僕は。まこちゃん推しということでね、パスポでは。はい、パスポね。はい、あとなんかもう一人います、みゆみゆもなんか可愛かったんですよ、すごく。はいはい、やっぱりまこちゃん推しですね、やっぱり。はい、で今度ね、パスポのね、アルバムっていうかシングル発売されるんですよ。ちょっと買うか迷ってんですけど、はい、パスポもね、応援していきたいと思います。はい、パスポもハマったんですよ。はい、仮面ライダーウィザードの小読み役の、はい、子なんでね、応援していきたいと思います。好きなアイドル、やっぱり桃色クローバー Z もね、パフォーマンスがあるので、それぞれ僕はアイドルとしての自分好きなアイドルね、ですね、いいと思います。はい、アイドルにはやっぱり個性があるんですよ、それぞれの。それがいいんですよ、すごく。だから僕はアイドル好きに、ね、なりたいと思います。はい、はい、ということで今日最後のですね、好きなアイドルの語りでした。以上、新王子の名古屋でした。ありがとうございました。